くか。じゃあとりあえずニューゲーム、じゃあやっていきます。Five Nights at Freddy's、 これ海外のゲームなんですけども、なんか今すごい話になってみたいで、ピザ屋の、監視のアルバイトを、するという、まあひたすら単純に見えて実はすげえ難しいっていう噂のゲームなんで、やっていこうかなと思う。ちょっと音が多分でけえんな、多分ちょっと音下げよっか、音を下げたいと思います。はい、結構ドッキリ要素も強いみたいなんで、その辺皆さん注意してください。何これ、これもうもはやこの時点で分かんない。カメ、カム1、カム A、カム A、1B、1C、ソーリー、アウト・オブ・オーダー。これが多分ピザ屋の店の中で、これ、こいつらが多分敵なのかな。こいつらが敵で、多分だからこことかにいるやつをひたすらあのかわしていくんだよ。ドアがある、ドア、ここ、レフトじゃライト、わかんねえな。でこの U っていうのが僕がいるところです。はい、これ敵じゃねえのか、置物か、ただの置物だった。でひたすらこの中にその敵が入ってくるかどうかっていうのもひたすら監視していく、監視カメラ使ってだと思う。だからこの監視カメラずっと見てると誰か出てくるから、そいつを倒す。あとこの監視カメラとか使ってると、この左下のバッテリーがすごい消耗されるんで、これゼロになっちゃったらもう終わりなんで、このゲーム。なのでそういう意味で、やろうかなと。まあでも全然誰も来ないし、ずっとあれだろ、こうやって待機してりゃいいんだろ。ドア閉める、ライトつける。やっぱライトつけるとこの減りが激しい。多分最初そんな動きないと思う、このゲーム。ピザ屋やからな。その強盗とかしに来るんしゃって、ただピザ屋を狙ったりするねやつはいねえだろうと。時給5000円だからねこれひたすらもう適用とか買い替えて監視してるだけで時給5000円なんで。はい、楽な商売ですわ。監視カメラ見てみるか、誰か来てんじゃねえの。でもそろそろなんか音がする、音がしないっすか、なんか音がしねえ。俺に一番近いのがこの辺の部屋、 4B4A2A2B。 まあいいや。ええなんか映んなくなった。なんでやめてよ、来ないでよ、やめてよ。なんか音がするからもうやめても。
オーディオオンリーってなってるのはなんでなんだろう。あ、てか人形がもうここにいたクマがいねえ。ここにいたクマがいねえ、はっきり。うわ、来てる。動き出すんだ、こうやって。だから。え、怖すぎんだよ。でも、いけるんじゃね、これ。まだまだ、遠いだろ、こいつ。電力がもうやべえな。あ、なんか多分ドア閉めてるのもこれあれなんだ。ドア閉めてると使うんだ、やっぱり電力を。もう30%切っちゃってるから。え、いない、もういない。え、なんか来てる。嘘。え、もうそこまで来てんの、もう。まずこの扇風機止めようぜ。最大までちょっと省エネで行こうよ。電気も止めようよ。やばくね、これ。あ、もういねえし。もういねえし。え？こいつ？こいつだっけ、さっき来てたの。もうこった、もうか、無理じゃん。もう無理だろ、これ。え？違う。てか、2体目も動き出してんのか。多分2体目も動き出してんだ、これ。死ぬな。そろそろドア閉めるか、じゃあ。これ、そもそも何をしたらクリアなのかすら分かんねえ、これ。ライト。これ、ライトつけるのって意味があんの？そもそも。もう、ここにだって誰か来た時点でもう終わりだろ、もう。あ、なるほど。説明によると、午前6時までに、この消費電力を使い切らずに、え、なんか来てる。閉めようか、もう。閉めるか。閉めるか。多分どっちからか来る、これ。やばい、もう無理だろう。てか、消費電力がもうやばい。え？イエーイって言ってる。 え、もう何もこ、え、何も来ずに終わった。 ちょっと何も来ずに終わったぞ、お前ら。電話鳴ってんな。なんか言ってる。いや、わからん、マジで何をしていいのか。要はこのぬいぐるみたちが夜な夜な動き始めるんだよ。で、監視カメラを見て奴らがどこにいるかっていうのを把握しておくと。で、もう来たら終わりなんで、
なんだけども、その、いちいちその、ダイエットつけたら、その、確認する、で、ドア閉める、ブロックする、こういう、一個一個を、だから、消費電力食っちゃうから、これがゼロになっても、ゲームオーバーだし、っていう、認識やねんけど、俺の中では。っていう認識やねんけど、俺は。あ、もういない、もういない。え、もういねえもう動き始めてるやつら。え、もう来てる来てる、やばいな。ちょ、ライトつけとくか。え、来てる、びっくりした。え、なんかもう来たらもう閉じるしかねえのこれ。ライトも消すか。あ、開けたらもう誰もいないんだ。あ、なるほど。あ、要はだから大体分かってきた。要はこれを駆使して右と左どっちも防ぐんだよ。あと今いらない。ちょっとで、ここでどうしてももっと先が知りたいときは監視カメラを使う。すると誰もいないっていうのが分かる。何か動いてるな。来てる来てる来てる、やばい。多分次に来るよ、ウサギが。あと10秒ぐらいで。もう閉めとくか。で、こっちも危ねえんだよ、だから。右はでもしばらく安全圏内な気はしてるな。気はする。それが、なんか右はね、確認しなくてもいいはず。閉めよう。で、左は？いるな。右はもう確認しなくていいか。ここ、ここ、7まで来てんのか。ちょっとでも電池が持たないな、ドア閉めっぱなしだと。うわ、来た来た来た、危ねえ危ねえ。まだやつは7にいるのか。で、あのクマ動かないな。で、どこ行ったの、ウサギ、白ウサギ。あ、ここまで下がったってことは、もうそれが確認できたら、もうドアを開けていいんです。だからもう右は多分来ない気がする。右は来ないだろう。ずっとここにいんもん。で、3体目も動いてねえし。まだあのウサギどっかにいるな。何これ、誰か来てる、あれ。ここ誰これ。あ、ウサギはここまで下がったか。開けてもいいはず、ここ。ドアの裏の確認。でもやばいな。ちょっともうこれで、あ、なに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 な